まずさず第1画目の左払いは最初に力をトンと入れてそれからスー待ってねトンと入れてスーッと抜いていく線最初に力を入れる。で右払いは最初はちょっと優しく入れてグーッと力を入れてここで止めて横にスーッと払い切る。 なので、最初の、うん、力の入れ方が違うのでね、一緒にしない方がいいですよね。まあ、組み合わせは、この辺。はい、次。で、人間の弦という字は、これでも結構何回か出てきてるんじゃないかな。えーとね、ここに、うんこれなんか書きにくいね。こっちがいいか。ちょっと赤が出が悪いので、青にしようか。 のね、ここに線を引きここに線を引きここに線を引きはいここにも引いてここにも引いてここにも引いて大体同じぐらいちょっと下がここずれちゃったかな大体いい上からみんな同じずつ開けていくのここもねここもで下だけ広くするような感じで書くじゃあねそんな風に書くってどういう風に考えるのって 思うと思うのね。うんと、ちょっとこれ裏にするね。裏にして、例えば、うんと、この辺に書きました。う,ん、うまく、あれかな、まあ。こう書きました。なに、この辺はね、皆さんうまく書けると思うの。ここまでは。で、 次書くときは、やっぱり前のこの空間を意識して、んあれだか、ここのペン先を置くんだよね。うんと、前の空間がどうなってるか、周りをちゃんと観察するっていうことですよね。これとこれと同じずつ開けるように、円ペン先を置いて書く。それで ここの平行を感じながら横の線を引く。で、下に持っていく。で、だいたいここを真ん中にすると、ほぼずっと上から同じ広さに引けるんだよね。うん、だゃ周りをしっかりと前の感覚をしっかり、うん、次へ続けていくっていうのが大切ですよね。からの、のは真ん中にペン先を置いて、 丸めて、ここまで持ってくる。それから上に進んで、で、こう、丸めていくんだけれども、うんこれ、最初にペン先、紙の上に置いたら、最後までこうね、紙から離れないんだけれども、だから、その、細い線、力を抜いたり、 太く描いたりっていうところをしっかりと表現すると、うん、形がより魅力的になると思うんだよね。私は最初はちょっと優しく置いてここでぐっと力を入れるで跳ねるようにして力を抜いてここで力を入れてで、力を入れながらここで抜いて最後に入れてからまた払う。 <laughs> 形がすごい歪いになりましたけれどもそういうふうな、うん、線の強弱っていうのをすごく意識してのは書きますねで一つね払い切るっていうことは力を抜くということなのでその前の段階は必ず力を入れた方がいいいいじゃなくて力を入れてください、うん、そうしないと 力を抜くってとっててととも難しいと思い思ますよ。だから弱い弱いは同じような、まあ、同じ形が2つ続くので大小をつけるといいんだよね。この場合は右に広がりが広がりを感じさせるように大小をつけるといいよね。それでそしたら右側を大きくするんだけれども 右側を大きくするんだっていうことで、やりすぎてしまう人が結構いらっしゃる。はい。で、グッとこう。ちょっとやりすぎだな。で、じゃあどれぐらいかと言ったら、ここ右上がりにするでしょその右上がりをそのまま、つなげるような感じ。それで、 右上がりだからここよりもここが少し高くなるでしょそうするだけでちょうどいい大きさになるからそんなにあの大きくしなきゃっていう感じではなくて右上がりを感じさせるように書くとここもねここもねそしたらちょうどいい感じだよ。で少しこの部分を 点よりも長めに表現しておけばバッチリ。あとこういうね、細かなこう点、そういうものが、うん、雑になる人がいるよね。雑になるそのポイントは、線をこんな風に引かれる方が多いんだよね。これは反対で、 優しく入れて力入れる。優しく入れて力入れる。優しく入れるっていうよりも、髪の上にトンとお伺いを立てるように入れる。うん、ごきげんようとか、髪 <laughs> の上にツンと。そうして下、あのー、収筆っていうかね、終わりの方に力入れてあげると、丁寧な感じがするよ。うん それで書くといいよね。あ、それとね、羽のこのさ、この方向とても大切だからね、結構ね、下の方にこう、だーっと流れちゃう人とか、狭くなる人の方が多いかな、ここ。うーん、狭くなると、字がキュッと引き締まっちゃって、広がりがなくなってしまうので、気をつけてね。 というところか、あと、ここの場所も中よりもちょっと外、この、この斜め感をちょっとこう感じさせるような位置に来るといいかもね。んまあ、ここの斜めとかは結構かけてるけれどもね、このまっすぐにならないように、ここ、ここね、ここね、線がこう、ちょっとこう、左に寄っている。 ってていいいいううとところを見てもらうといいかなはい、それから「さ」だ「さ」はうーんとここのね続く感じこちらから第2句目から続く感じをより表現される方がきれいに見えるそこをきれいに表現するとなんとなくさテクニックがある美文字って感じがするよね。じゃあ テクニックのある美文字はどうするかというと2画目から書くね。こうきました。で、ちょっと上の方にね、向かって、で、上の方から降りてきて、急カーブで横。だから上に向かって勢いを飛ばして、上から勢いを下ろしてくるっていうようなイメージ。 で,でここは優しくキャッチするそうするといいんじゃないかなまあちょっとやってみてんで、えー、ここはギュッと押さえなくてもスーッと抜いてしまってもいいと思うよあのー、そうその方が柔らかくなるんじゃないかなわは。 この続く線。これがちゃんと次のところに向かっているか。結びの前は、まっすぐに表現して、ここをカーブで、急カーブをして、で、結びに入っていくと。うーんと、何かの時に、同じか、これ色が。こっからここまでと、こっからここまでの長さもちょっと、 外れちゃった。こっからか。こっからね。ちょっと見てもらうといいかな。えっ、ー、と、参考って本は結構こっちが長かったりするよね。でも結構同じぐらいっていうのも収め方としてはありだと思うよ。その辺も見てもらうといいな。それから、この字。これはね、反りがうまく書けるといいよね。 やっぱり反りは中心のほぼ近く、中心から出てるような時もあるよね。中心のほぼ近くから、それも高い位置から、下までぐーっと持っていく。でね、表情も最初はこう立ち気味にこう進んでいって、で、ちょっとここら辺でカーブにかかっていく。1、2、 もう一つ横って感じね。3パターンぐらいの表情の変化をつけるとうまくいくかもね。結構ね、パーンと立ちすぎてしまってる人とか、逆にふんにゃーんって、うーん、夏のチョコレートみたいな感じ。<laughs> 夏のチョコレート。経験みんなあるんじゃないかな。はい。 昨日私はありました。そんな感じにふにゃんとなってる方があるのでね。その辺ちょっと注意してもらうといいかな。だからこういうところがね、狭くならないように空間の開け方。また、こことここを揃えることで、ここの長さが増す。まあ、ここの高さって言ってもいいよね。これを、せっかくここを長く書いたのに、 この斜めの線を下に持っていってしまう。つまり心が下がる。ここが下がると、ここの部分がさ、短くなるので、視覚的にそこが短く見えてしまう。長く書いてもね。ちょっと残念っていう感じなので、周りの、うん、その線のね、高さも位置考えてね。 あとまあちょっと台形っぽいかな。下の方が広がる方がいいので、この横の線の長さね。これをバーンと長くしない方がいいよね。はい。まあこれは、1、2、3とこの斜めの線を、の方向をしっかりと見てほしいな。それから、尾だ。尾は、まあね、あの基本的なものは、こことここを揃える、 まあ、ここ揃える、ここと、こっちね、を揃える感じで、でもう一つ付け出すとしたら、ここと、ここの一番左、一番遠く左にあるところと、ここの高さを揃えてあげると、うん、結構形が取りやすくなる。もちろん、ここの縦の線は少し、 長めにね、ここね。いろんなペンが出てくるでしょ。いろんなペンをね、今日用意してあって。どれ使おうかなっていう感じ。ちょっとここ書いてみるか。これはね、最近何回もこう、動画見てもらうと、ね、遠くから下。何回か書いてると思うんだよね。で、これを、まあ、基本として、 このちょっとずつこう変わっていくのはいいと思うんだよねこううんとこうこの辺が少しこうんちょっと外れるとかちょっとずつ変わっていくのはいいと思うんだけどちょっと基本はそれで覚えておいてもらうといいかな。からっしゃ。 これね、点のこの方向がね、結構ね、斜めではあるんだけれども、それ立ちすぎじゃないっていう方がある。あ、これ反対だ。それね、高が点、されど点なのよ。これ。これがね、こう、こんなイメージ。うん。まっすぐっていうのはまあこうじゃない まあ、確かに斜めなんだけど、おいおい、もうちょっと斜め欲しいよっていう。だこういうね、お手本よくこれ観察してみて。で、位置もね。位置も中心に近い位置。これが基本になっていくから。んで、まあ、これは斜め上げて、これ斜め上げるということは、ここが狭くなっていくわけじゃない。ここよりも。なので、 ここが狭くなりすぎないところのに第 2, 2画目のこの頭を持ってこなきゃいけないのにちょっとね高い位置に書きすぎてしまって斜めに行っちゃうとここが狭くなるから横に行きましょうっていう人がいるんだよねここは斜めの方がやっぱりここが高くなるからかっこよく書けるからねでここの開けをほどほどに これをしっかりと、こんなうこうたるませたりしないで、この方向をしっかり定めて、ここが広くならないように。で、この下あたりに収めて、点をここに入れます。この点もさっき言ったみたいに、シュッっていう書かないで、優しく入れて、ぐっとこうね、太さを出してあげる。で、横、縦で、 こここはちょっと長い線だよねでこれがね結構ね短くなる人がいる。横の線から出る縦の上の線がね細いのが好きな人結構いらっしゃるんだよね。うん、まあまあ前も言ったけど「王のさこの「王のさこことかさ「ま」のこことかさ全然出てない人いらっしゃるんだよね。うん それと同じで漢字もね、あんまりこの横の線の上が出ない人がいる。だから、そこって結構大切で、あの、ぐっとこう、上へのアプローチにもなるから、空間の上へのね。だからしっかり伸ばしてほしいなと思うんだ。で、これが伸びるという方は、この位置もちゃんといいところに来ないと困るんだよ。これが上にありました、この線がね。 これでまた上書きます言ったらね、伸びすぎだよね。だから、やっぱり、この線を伸ばしたいなと思ったら、その前段階の線、空間をどうするかっていうのが大切だと思うな。ちょっと長くなっちゃったな。ここだこれの横から線を横引いたらここ上がるようにね。うん。それから、今度は、こうだ。こうもね、 この線が長い人がいるよね。長すぎる人。あこれは、あの、斜めでもいいけれども、まっすぐって書いてあったら、今回まっすぐだから、ここつけていいよね。斜めだと開ける、まっすぐだとつけると覚えといてもらったらいいかな。まあ別に斜めでついてるお手本とかもあるけれども、まあ、今みたいな感じで覚えといてもらったら、形は取りやすいと思うよ。 で、えっ、ー、と、これとこれの場所気をつけてもらって、うん。あんまり広すぎないようにね。それでね、これがね、この辺から出る人もいるんだけれども、これも結構ここよりの下だったり、ここよりも左だったりするんだよね。<laughs> ごめんね。それで立ち気味からぐーっと、最後の方向をよく観察してもらいたいの。 最後の方向が、こっちになる人、こう結構いらっしゃるんだよね。これアうとね。これは、立ち気味からこう、立てるように、立つようにしてこう進んでいくんだけれども、ここで急カーブ、カーブを表現して、最後には真横に行くっていう感じなのよ。で、これも斜めにこう持ってきて、ピタッと止めて、最後は、 右の横に持っていくっていう感じなので、方向が随分と変わるんだよね。それをしっかり表現してもらうといいかな。で、まわ、交わるところは真ん中の線がいいよね。からまあ、これね、お手本がないとさ、この辺の大きさ <laughs> あらごめんね、作りの大きさごめんね、迷いません 私迷っちゃうんだよね。で、このね、辺を大きく書いちゃうと、<laughs> バカでかい、バカでかいって言い方おかしいな。とても大きくなる時系になってしまうので、ご注意いただきたいな。で、まあ、ん、えっと、ここよりも、ちょっと上がって、右上がりのところに来るように、この辺は、ほどほどの大きさで。それから、このね、 斜めと横の交わる位置っていうのは上が長く下が短い方がいいよね。この場合。真ん中同じ長さでもいいけれども、私はこの場合は上が長い方が好き。で、ここも斜めに右上がりにセットしたら、ここも右上がりにセッティングする方が綺麗に決まる。で、これを少し 丸くなるような感じで、ちょっと下まで。でね、丸くなるようにって伝えると、これ全体をグリーンって丸くなる方があるんだけど、まあ、それでも行くよ。それでもいいんだけど、ちょっとおすすめしたいのは、最初は直線っぽく進むんだけれども、下の段階、この辺に来て曲線を多めに表現するの。 うんと赤に変えようかなんかにじむからねわかるかなここら辺まで直線っぽくいってでこっからちょっと中にオーバーに入るとこれで丸みが表現できないこっちの方が全体を丸くするよりもなんかうんすっきりとしたいい丸み <laughs> いい丸みって変だけどなのでちょっと書いてみてよ全体を丸くしないでちょっとこの辺から丸め方をちょっとつけるそこの辺から丸くするって感じでちょっとそれも書いてみてで点の位置はちょっと上こういうところもここからの 奇く勢いをキャッチできるような感じの表情で線、点が書けるとかっこいいよね。これでいきそう。これはまあここに続くような感じ。で、まあ定番だよね。ここに線を引きました。二画目と三画目はそこからはみ出さないように書きます。だから巣、す。すは、長短を必ずつけて、で、 ここまでまっすぐ。で、で、ここを結ぶ。この時にね、こうして、ピタッ、ピタッ、ピタッでもいいんだけれども、まあ、大人の方は、こうして、ちょっとだけ、ちょっとだけ、右斜め下に進めてから、あらそう、あ、違った。これでもいいんだ。 これでもいいんだけど、こうやってちょっとやりすぎだ。反対だ。こう、ちょっと斜めするでしょこうして、こうして、ここ合わせますでしょで、ここ同じとこ行くでしょで、こうすると、ほんのちょっとだけさ、ほら、ここがさ、この縦の線から外れるんだよ。さっきのは、あ、ちょっとあれか。これが外れないやり方。 まっすぐそのまま行って、これはちょっと、だからちょっと中に入れたやり方。まあどっちが正しいってことはないんだけれども、なんかね、こっちの方がね、ちょっと大人っぽい感じがするので、ちょっと書いてみてもらうといいかな。はい。それからルルーはね、あまり長くしません。こっちを長くします。台形の形じゃない。下袋れ。 下が広くなるように。で、真ん中まで来たら、ちょっと上こ、こちらに向けて、ちょっと進んでから結びます。はい。それでこ、ここの丸なんだよね。丸は作品じゃございませんっていう感じで、みんな、あの、きっちりむ、あの、丸にかけていない。つまり、こんな風。はい。右斜めし、左斜め下。 目の検査じゃご、ま、ございませんね。結構こういう方いらっしゃいますのでね。あとはね、うんと、この隅に書きすぎてしまう人。大きすぎる人は大人の方にはあんまりいないかな。まあ学生さんはね、おっきい人いっぱいいるよね。うん。そんな方あるから、最後までね、気を抜かないで書いてもらいい。